セオドア・ウィリアム・リチャーズはアメリカ合衆国の物理科学者。アメリカ人初のノーベル科学賞受賞者である。原子番号の大きな原子の原子量を正確に求めたことで知られる。ペンシルベニア州、ジャーマンタウン出身。父のウィリアム・リチャーズは風景画家、母のアンナニー・マトラックは詩人である。幼少期にフランスとイギリスをめぐり。 彼ジ入学前は主に母親から教育を受けた。ある夏、ロードアイランド州、ニューポートで、ハーバード大学の教授ジョサイアパーソンズ・クックと出会い、小型の望遠鏡で土星の缶を見せてもらった。数年後、リチャーズは、クックの研究室で学ぶことになった。1878年から2年間、リチャーズ一家は、ヨーロッパ、主にイングランドで過ごし、 そこでセオドアは科学への関心を育んでいった。一家がアメリカに戻ると、彼は1883年に14歳で、ハバフォード大学に入学し、1885年に学士号を取得した。その後、ハーバード大学に進み、1886年に学士号を取得し、大学院に進んだ。1888年、科学の PhD を取得。 学位論文の研究テーマは水素に対する酸素の相対原子量の測定である。博士家庭指導教官はジョサイアパーソンズクックだった。その後1年間ドイツに留学してビクトルマイヤーに指示した。帰国後はハーバードで助手、講師、助教授を務め、1901年に教授となった。1903年にはハーバードの科学部の学部長となり、 1912年には新たに創設されたウォルコット・ギブズ記念研究所の所長となった。1896年結婚。娘を一人、息子を二人設けた。その娘が結婚したのが科学者のジェームズ・ブライアント・コナントである。なお、息子は二人とも自殺した。リチャーズは美術と音楽を趣味としていた。ヨカニはスケッチ、ゴルフ、ヨットを楽しんだ。 1928年4月2日、マサチューセッツ州ケンブリッジで死去。ある子孫のことによれば、リチャーズは慢性の呼吸障害とうつ病に苦しんでいたという。セオドア・リチャーズ・リチャーズの研究の半分は原子量に関するもので、大学院生時代の1886年から始まった。1886年に酸素と銅の原子量の決定に関する研究を行い、 1912年には、被濁系を発明している。ホーブスによれば、リチャーズとその学生たちは55の元素の原子量を決定した。リチャーズは、原子量決定に際して、犯しやすい間違いとして、ある種の塩に気体を吸収する傾向があることをび、沈殿に際して異質な溶質も含む傾向があることを明らかにした。エンズリーは、リチャーズの注意深さの例として、 ツリウムの原子量測定のためにツリウムの収素産地を1万5000回も再結晶化させたことを挙げている。リチャーズは元素の質量が単一ではないことを科学分析で初めて示した。彼は自然に酸した鉛と放射線崩壊によって生み出された鉛の分析を依頼された。その結果、両者は 原子量が異なることが明らかとなり、同位体という概念を支持する証拠となった。この功績によって1914年にノーベル科学賞を受賞している。リチャーズの原子量測定は当時としては重要な業績だったが、その後の測定精度の向上によって塗り替えられている。現代の科学者は質量を分析系などの電子機器を使い、 質量と同位体の存在度の両方を測定できる。それらの情報から平均原子量を計算でき、リチャーズの測定値と比較できる。現代の測定法は、リチャーズの頃よりも精度が高く素早く測定できるが、コストは安くなっているとは限らない。リチャーズの他の研究としては、原子の圧縮率、溶解熱と中和熱、アマルガムの電気化学的特性などがある。 その低温における電気化学的ポテンシャルの研究は他社の成果とともにバルター・ネルンストの熱力学第三法則の基盤となったが同時にリチャーズとネルンストの白熱した議論もそれらの成果につながっている。リチャーズは飛濁系の他に断熱熱量系も発明した。それらはストロンチウムの原子量測定のために考案したものである。 リチャーズが作成した周期的性質についてのグラフ、ありがとうございます。